こんにちは。栃木県足利市インテリア&キルトショップレンガでキルト講師をしています板橋由香です。ポケット付きポーチ、今回で4回目です。前回このポケットと土台の部分ですね、こちらの仮止めまでやっていきました。実際に仮止めしたものがこちらですね。ちょっと今日のご説明をするので、裏本体と途中まで縫ってありますが、こちらと縫う前に 裏側と縫う前にポケットとこちらのポケット側の本体で縫い代部分仮止めしてあります。で、裏側と縫い付ける前にここにマグネットをポケットとして付ける場合はこの状態で付けていただくと付けやすいです。今片方だけついてます。で、こちらとぴったり合う位置で反対側にも縫い付けておきましょう。で、マグネットなんですけれども、今回は後付けのタイプ、このように足があって4箇所のこの足を糸でかがって留めていくタイプを使っています。生地本体に切り込みを入れて足をかませるタイプのものもありますが、今回は後付けでこのような形で付けています。糸は一本取りの刺繍糸を使っていて、ちょっと太めのものを使っていただくと留めやすいです。お色もベースのものに合うものがあればそちらをご使用ください。で、スナップボタンをつける要領と同じような感じで付けていただいても大丈夫ですし、スナップを留めるときには足の部分、ここから出してを針に引っ掛けて引いていくような留め方なんですけれども、ちょっとそのようなやり方が付け位置によっては難しい場合は、普通に糸を通すだけでもしっかりつけていただければ大丈夫です。で、スナップの場合こう何度もつけたり外したりがありますので、今回ちょっと綿まですくってつけている形なんですが、ちょっとそれだと心配という方は裏側までしっかりかがっていただいてつけてくださって大丈夫です。裏側の糸が気になる場合は裏生地の残り布で隠しておかれるといいと思います。で、スナップボタンがついて、で、こちら側ポケット側とそれから裏側を中表に合わせてここの底を合わせていきます。底を縫っていただくときには半返しもしくは本返しでしっかりと糸を引いて縫っていきます。このダーツの部分は前回もご説明したんですけれども、この底側に両方が底に向くように倒していただくと底がふっくらして、その分物がたくさん入るような形になりますので、倒す位置を間違えないように気をつけて縫っていきます。倒したまま縫っていきます。今これ途中まで縫ってあるんですけれども、ここから縫い始めてしっかり糸を引きます。半返しの場合は糸を入れたその間に、要は返し針ですね、間に針を入れて進みます。本返しの場合はちょうどこの返した最初に針が入ったところにちょうどそのまま返すような形でしっかり返して進みます。糸の引きが甘いと表で糸目が見えてしまうので、しっかり引きながら縫っていきます。で、このような形で底の部分を縫っていくと、表に返した時に半分ぐらいまで縫ってありますが、このような形になります。ダーツは底側に、表から見た時に底が高くなるようになってますので、ふっくら底が膨らむ形になります。これでここまでずっと縫っていきましょう。縫い合わせをした後で、今回裏生地に直接キルトしていくやり方なので、中袋を別でつける仕立て方ではありません。で、この切りっぱなしの部分を、別布のバイアスで最初に作ったお見本は
作っています。片側の、裏側の生地をの長めに残しておいて、これでくるむやり方も実はあるんですけれども、今回の場合は裏側2回ポケットとこちらの本体で縫った針目とこれを合わせて縫った針目と両方がこちらに見えてしまってます。それとやはりダーツが2箇所入っていて、しかも底がカーブなので、これ残しておいた生地でこうくるむっていうのはなかなか綺麗にいかないみたいです。このような形で、ということで今回の仕立て方の場合にはとも布で、これ3センチ幅のバイアスなんですけれども、そちらを作っていただいてここを切り揃えて、とも布のバイアスでここをくるむことをおすすめします。でくるむ時にここのダーツの部分ですね、ここと反対側のダーツの部分が重なってかなり厚くなります。くるみづらいので、できれば、途中の途中の動画でもご説明しましたが、少しでも厚みを減らすために縫い代部分の綿をちょっと切っておかれることをおすすめします。ということで、ここの底を本返しもしくは半返しでしっかり縫って、縫い代それから綿を裁ち揃えたら、同じとも布のバイアスでくるみます。でくるむ時に直接ここに縫った時に表に針目が見えてしまう、ここが縫い合わせをした位置なんですけれども、ここの針目を隠したくて内側に入ったところを中途半端にすくうと表に針目が出てしまうので、ここの本返しで縫った位置のほぼ同じもしくはちょっと下がった部分、綿まですくうような形でバイアスは縫っていってください。で縫ったらやはりこちら側に返して、半返した部分、半返しで押した部分を隠すように綿まですくうような形で縦まつりをしていきます。ここまででしっかり本体が出来上がりました。ここで今日のポイントです。ダーツやカーブがある場合の仕立て方は、とも布のバイアスで仕立てていくということですね。いろいろな仕立て方がありまして、どうやったら綺麗にできるかなと日々皆さん悩んで作ってらっしゃると思うんですけれども、今回の場合はこの裏布を多めに残してというよりはバイアスでくるんでいただいた方が綺麗に仕上がりますので、そのような形で進めましょう。次回はいよいよ口の部分バイアスをくるんでファスナーをつけていきたいと思います。ということで、今後もいろいろな手作りをご紹介していきますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。チクチク針仕事で癒されましょう。ハバハッピーキューティング。今回の中袋の仕立て方なんですけれども、いくつか見本を作りながらいろいろ考えていました。頭で考えるだけでなくて、実際に、今回のように試してみると、あ、やっぱり難しいんだなって、体で納得します。体と頭で納得します。本当にキルトは、学びと工夫にあふれてるな、奥が深いなと思いました。